ちゃ。こんにちは。さあ、豊さん、はい、いよいよもうあと数時間というか、まあ、今晩韓国戦です。19時からね。そうです、19時から日本対韓国ですけれども、うん、いや俺動画出してるから。いや知ってます。いやいや、そう韓国に豊のミーティングで出してるから。知ってます、それ知ってるんですけど、今日はちょっとここで私が疑問に思ってることとか、うん、豊さんに聞きたいこと、はいはい、周りから豊さんに聞いてほしいっていう要望が来てるんですよ、はい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 、それなので、うん、ちょっと今晩の戦いとか、まあ、全日本、うん、侍ジャパンの今の現状について聞きたいので、はい、どんどん質問していっていいですか。いいとも。いいとも、すごい久々にいいとも聞きましたいたな、古いな、古いです。知ってる人いるかな。いや知ってるんですけど、もうないんですよね、うん、ないよね、はいはい。で、侍ジャパン、はい、まず、まあ、投手陣からなんですけれども、はい、今日のもうスタメンだったりとか先発山本由伸投手っていうの出てるんですけど、はい、これはまあなんか、まあ、ちょうどあれですよね、1週間前が山本由伸投手だったのでっていうところなんですけど、もう逆算だよね。逆算、うん、逆算で準決勝に山本を持ってくるって、うん、はい、だから質問言ってやろうか、はい、なぜ決勝じゃないんだって。そうです、そう思うでしょ、はい、でもここの準決勝に負けたらもうちゃんちゃんだからさ、まあ、だからここは確実に勝って、はい、メダルは決めときたいという、うんうん、あとは決勝になったら森下で先発していってて、はいはい、まあ中継ぎ陣で使えるピッチャー、はい、まあ例えば大野が良かったりだとかさ、うん、千賀が良かったりしたから、はい、だからそれをもう総動員するという形だよね。もうそこは逆算方式で山本由伸投手をここに当ててきた、うん、だからおそらく、まあ、アメリカに勝って、まあ、アメリカと決勝っていうのが稲葉監督の頭の中にあったんじゃないの、うん、だから試しで千賀を投げさせた、はい、良かった、うん、で試しに大野を投げさせた、うん、良かった、うん、っていうことで、もう準備は整ってるんだ、アメリカ戦に決勝に向けての。もうそこを見据えてるってことですね。だからまあ案ずるなと。あ、だから山本は今日きっちり行くよ。まあそうですね、きっちり行く。ただし大野って、はい、大野、はい、大野って書いてるでしょ、はい、あ、アメリカ人になんてこと書いてんだって背中にって大野って。あ、本当ですかそれ。いや本当だよ。大野ってあれは何なんだ、大野みたいな。いや名前だよ。いやそれ分かってるけど、ね、あ、そんなギャグもね。あ、飛び出してる、飛び出しつつですけれども、ただその例えば韓国 の、 そのバッター陣がひだ、ずらっと左ということで、うん、例えばここ左ピッチャー、例えば大野投手だったりとか、そこを当ててきてもいいのかなとか。大野はね、はい、左バッターに弱いんだよ。あ、そっか。それはなぜかというと、はい、インサイドに投げるのが下手なんだよね、はい、だから外中心になってくると、うん、やっぱ手が伸びるところっていうのは韓国のバッターっていうのは強いんで、はい、だからまあそこら辺は大野じゃないなと思うんだよね。あ、まあ、だとしたらもう山本投手でもう右で関係なく、あ、だからこの前は、まあ、88球で下ろしたけど、はい、今日は行けるところまで行くと思うよ。そうですよね、そう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 、早く下ろしましまってたもんね、うん、初戦。でもゲームが序盤、はい、中盤に、あ、これは勝てるっていう計算したら、はい、早く下ろした方がいい。それは例えば何回で何点までこう取れた場合、早く下ろすっていうふうに考えまあリリーフ陣の信頼度にもよるんだけど、はい、うん、4点5点空いたら下ろしてもいい、うん、でもこれはなぜかというと、はい、山本をその球数少なく下ろしておくと決勝でも使えるという、その中で使えるってこと。だから今日4日でしょ、はい、5、6、まあ、7日でしょ、決勝が、はい、で中2日になるじゃない、はい、これが60、70球ぐらいだったら、うん、下ろして、はい、決勝の後ろに回せる、うんうん、ということは勝てるということ。そうですよね、うん、だできればそこ、ま、今日はこうそういうふうな流れの方が侍ジャパン、うん、まあはいいっていうことですよね。だからまあミーティング、俺のミーティングの動画を見てもらいたいんだけど、はい、先手必勝だから、もう今日は、うん、はい、で相手のやる気を削いでいく、うん、だから1点の積み重ねで、はい、だん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 このメモリーがあるとしたら、はい、やる気のマックスがどん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 1点ごとに減っていくから、うん、韓国は、はい、やっぱ韓国も日本は認めてるから、だから点差が1点ずつこう開いていくって言ったらもう諦めになってくるから、向こうが辛い状況になってくる。そうそうそう、ね、ただ先手必勝取られると向こうに、はい、先手を取られると韓国の選手たちっていうのはやっぱノリもいいし勢いも出てくるから、はい、これはやっぱちょっと
こじれるゲームになるよね。そうですよね。そして先ほど豊さんの言葉からも名前上がってたんですが、千賀投手、これ、うん、あの本当聞いてくれって周りからも多いんですけれども、うん、千賀投手、あのほぼほぼこの前実戦で2イニング、うん、投げましたけれども、状態ってどう見える？状態はね、まあコントロールが多少まとまってきたということ、はい、まあ、それと相手がボールを振ってくれるということ、はい、それがイコール調子の良さに見えたよね、はい、これがじゃあレギュラーシーズンで慣れてるバッターたちが立った時にどうなのかっていうと、まだ少し疑問は残るけども、はい、初見の相手だったらあんまり打てる気はしないだろうね、はい、やっぱ球も走ってるし。そうですよね、あのお化けフォークもみんな振ってくれましたもんね。そうということは、まあ、今日の韓国戦であったり決勝であったりとか、千賀投手という使われ方としては毎試合出てくると、まあ局面にもよるな。例えば1点差で出てくるかっていうとまだちょっと違うな。あ、そうですか、うん、やっぱ3点差ぐらいだったらいいけど、はい、1点差は厳しいかも。あ、これはなぜかというと、はい、やっぱりこうフォアボールも出しているように、はい、やっぱリリーフでフォアボールを出すっていうのは相当苦しくなるんだよね、1点差で、はい、うん、ということはまだそこまでの信頼は回復してないと思うよ、うん、だもう一回今日投げるチャンスがあって、はい、ピシャッといけば決勝にもあのスタンバイすると思うけど ね、 そ, うですね、うん、その場合は前回2イニング行きましたけど、うん、今回もちょっと1だけではなくて2イニングまたぐこともあり得ると。まああり得るよね。あ、うん、そうなんですね、うん、でだその前にメキシコ戦で試しをしとかなきゃいけないんだけどね、本来だったら。ああ、余裕がある時に。だからそこをやってないからさ、なんか綱渡りの状態になってくるの。そうですよね、うん、だけどまあいい具合にアメリカ戦で、はい、逆転で勝ち、はい、いろんな人を試すことができたということは、はい、すごくいい試合だったなっていうふうに思うけどね。そうですよね、うん、でまた一方でその青柳投手が、うん、例えば使われ方、うん、あと今後どういった形でこう出てくるのかとか、そこもすごくこう聞きたかったことなんですけれども、うん、いやだから俺さ、はい、森内とこう話した時に、うん、青柳は先発だって言ってなかったっけ。言ってました。言ってたよね、はい、その理由はやっぱ慣れってあるんだよね、はい、それとコ・ヨンピョっていうピッチャーが韓国でアメリカ戦で投げてるんだよ、先発して、うん、それに慣れてるんだよね。だからもう目慣らしができてる状態だったから、だから韓国戦のピッチャーは3イニングだけいいピッチングしたんだよ、はい、青柳と同じようなタイプがね、うん、でやっぱり一回りするとやっぱ狙い球を絞られ打たれたと、うん、で大体同じようなピッチャーじゃない、はい、ね、そうなってくるとデータが向こうに流れてる。じゃあ青柳はどうやって投げてくるか、うん、ね、青柳はあの前の韓国のコ・ヨンピョのピッチャーから打ったボールは投げてこない、はい、そしたら狙われてたもんね、外のボール。うん、だからそうなってくるときついよ。だから青柳は、はい、山本があれだけの完璧なピッチングをしてて、うん、ね、変えられた、はい、交代した、はい、相手のベンチは相手の打者はおラッキーみたいな、変えてくれるのかっていう優位性を持った変え方をしちゃダメなんだよ、はい、もうあそこはここでこれ持ってくるのかっていうのが相手にとっては効くだけで、はい、そしたら、まあ、マー君が変わった、よしマー君下ろしたぞみたいな、うんうんうん、え次誰って青柳って、はい、え昨日対戦してんのと一緒じゃんみたいな、はい、みたいな感じのところで出ていくっていうのが、はい、やっぱ青柳にとっては気の毒だったよ。本人が一番辛いですよね。いや、まあ、辛いというか、まあ、やらなきゃいけないんだけど、うん、選手はね、はい、やらなきゃいけないんだけど、やっぱ相手が、はい、あ昨日慣れてると、うん、昨日当たってると、うん、ね、あ変えてくれたラッキーと、うん、だから優位性を持った変え方をしちゃ相手がねダメだということで。そういうことですね。それとやっぱ中継ぎやってないもん青柳は。そうですよね、先発で生きるピッチャーだからさ、はい、だからちょっと青柳にとっては気の毒だよね。そうですね、うん、そして今度あの打順になるんですけれども、このままのもう返せに行くと思いますか。
だから負けてる、あの負けたら買えると思うけど、はい、勝ってるうちは買いにくいよね、うん、今4番が鈴木誠也選手、うん、でもまあ1本出たりとかしてますけれども、うん、このあたりってこのままもうやっぱり稲葉監督はもう心中する気だもんね、うん、俺は鼻から鈴木は4番じゃないって6番、はい、浅村4番に5番がギータっていうふうに俺は思ってたんだよ、うんうん、で6番で鈴木誠也、はい、と思ってたんだけど、うん、だけどもう4番に使った以上さ4番として応援するしかないし、はい、でも鈴木誠也も1本出たことによってちょっと変わってくると思うし、はい、あの9回に必死にフォアボール取りに行ったよね、はい、アメリカ戦の時に ああいう姿が出てきたっていうのはやっぱり状態も上がってきてるし気持ちも乗ってきたということだから、はい、だからこれはもうよかれ悪かれ、うん、もう4番っていうのは稲葉監督は変えるつもりはないと思う。でも俺もあそこまでで徹底して使ったんだったら変えちゃダメだと思うね、はい、もうここまで来たらね、うんうんうん、だからそれはもう鈴木4番いいんじゃない応援するよっていうような感じの体制だけどこっちも、はい、うん、うん、いやもうねあと数時間というかもうね、うん、すぐ始まりますけどでもやっぱねさすがだなと思ったのは、はい、9回に同点した時に1・3塁から柳田がボテボテ打ちに行ったよね、はい、あれはねもうなんとかね三振だけは避けて当てに行ったんだよ、はい、もうボテボテでもいいゲッツーだけは食らわないみたいなさ、うん、そういう形を取っての1点を取ったよね、はい、栗原、はい、初球で送りバントをする、はい、あれはもう喉から心臓が出そうになってたと思うよ本当にそうですよね、うん、だってあれが今回の初打席ですよね、そうだよね、であの場面ですよねそう、うん、あれはよく決めたよねあれ豊さんがあの立場だったらやっぱそうですかそうなりますか心臓出そうなぐらいなちょっと PCR 検査を受けたいぐらいですぐちょっとダメですみたいなもうここ出たくありませんぐらいいやそのぐらいの心境だよでも指名されると 出ざるを得ないしさ、はい、大変だったと思うそうですよねでそういう流れに持っていったのっていうのはやっぱりその例えば、まあ、ルーキーの栗林投手があのタイブレークの時に抑えたっていうのもあの抑えたのもね、はいまあ、ノーアウトランナー 1,2 塁から何もしてこないと思ったけど、うん、5番だからね、うん、先頭で 三振取ったでしょ、はい、あれも大きかった、うん、あれがランナーが動いてしまうと、はい、あの点になりやすいんだよねタイブレークって、うん、あそこをワンアウトを動かさなかったっていうあの配球とかさ、はい、投球、うん、それを甲斐が受けてたよねそうですねで最後サヨナラ甲斐が打ったよね打ちましたなんか気がつくことない気がつくことですか甲斐いや今ちょっと名前がポッ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 って上がってきたけど気がつくことないソフトバンクおおそうやっぱね伊達にねあの日本シリーズがあれだけ勝ってないよ短期決戦で短期決戦でやることとか、ね、やっぱ経験値が高いよですねやっぱ日本シリーズでもああいう場面で栗原指名されてバントって言ったら、はい、本当に飛び出るぐらい心臓がになると思うんだけど、はい、まあそこを超えてきてるし、うん、ギータもなんとかここが勝負どころだって言ったところで、はい、クリーンヒットなんかいらないところで、うん、もう最高の当たりを打ってくれる、はいで甲斐が、ね、稲葉監督に言ったらしいよ打っていいんですかって、うんうん、やっぱりこうスクイズっていうことも考えてるんじゃないかと思ったと思うよ、はい、甲斐だったら、うん、打っていいよって初球、はい、これも打っていく方向が、うん、甲斐ってねどちらかというと引っ張りのバッターなんだよ、はい、でもあれ外野フライを打ちに行くためにボールを引きつけて反対方向打ってるんだよ、うん、これもやっぱ強いチームだから俺できると思うんだよここで、うん、その経験がものすごい生かされてるものすごい生かされてるああそうなんですね、うん、だから次全日本を組むときに、はい、いろんな意味で、うん、いろんなことが分かったシーンだと思うよまああえて言わないけどねはい、はい、そうですね、うん、というわけでもうねあと数時間で始まる、はい日本対韓国戦言っとくよ、はい、韓国は負ける相手ではない、はいうんうん、ただ相手のやる気だけはそぎ落としていける1点ずつ1点ずつでいいからということです。はい、はい